切れなかったってのは、あ、どうもね、これ。角トカゲ。はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田光栄です。なおかの、覚えて帰ってください。というの、今回ですね、久々に守屋を、使っていこうかなと思いまして、というのも、やっぱ最近、キングだの、カイドウだの、強いゲッターが多いじゃないですか。で、守屋って意外と、その、ゲッターに対して強い特性を持っていてですね、今こちら、影抜き状態の敵に、保有した時当たるために 10%。プラスで、ゲッターに当たるために 20% 増加すると。こうちょっとね、こう、ゲッターに対して嫌な特性を持ってるんですよ。で、角トカゲ。これもね、なんか、ふいーんっていって、ダシュッとこう、地上から上がってくるスキル攻撃力840、意外と高いんですよね。で、これが決まった時は超気持ちいいんですよ。で、この影をよこせ。これを、敵に当てることによって影抜き状態を付与すると。で、振動状態入れて、その後に影抜き状態にして、こう、ダメージダンダンって感じでやっていくんですけど、これがね、なかなかいいんですよ。っていう、なんかこう、可能性あるかなと思って、思い立ったが3連戦を今回お届けしたいと思います。はい。で、裏は、安定のルフィをね、置いてきました。はい。なんか、王が渋谷繋がるの良かったんですけども、まあ、守屋使うなら、まあ、ルフィぐらい持ってっとこうかな、みたいな保険をかけてしまいましたね。で、キャラタイプはアタッカーとゾーン系と新世界という風になってますんでね、3連戦楽しんでいってほしいなと思います。楽しいぞ。どうぞ。さあ、ということで、第1戦目はね、アトレ解説やっていこうかなと思います。本当に、久々のリハビリの一戦なんで、これはちょっと実況込みでできへんなと思ったんで、2、3戦目からやっていくんですけど、まあ、ここはちょっと後でね。で、まあ、マムがなんか攻めるんで、後ろからね、後方支援ということで、角トカゲ発動しようかなと思うんですけど、スキルも押し間違えました。わかんないですよね。これ似てるんで。ま、こういうこともあると、すかさずごめんですね。で、ここからやっと、角トカゲ発動してるんですけど、当たるんですよ。ドシッと。これ気持ちいいでしょ ?9100。まあまあなダメージ入るんですよ。で、こっからキング戦ですね。はい。キングはね、全然見れます。守屋で。余裕です。はっきり言って。なんか、それね、向こうに夜景向こうあるんですけども、まあ、その通常に合わせて振動付与させちゃえば、どうってことないですし、で、ちょっと逃げたらね、トカゲ張っとけば追いかけてくれるし、で、なんならこっちにも夜景向こうあるんでね、80% 以上の時、夜景ないっていうのがあるんで、まあ、なんとかなるんですよね。で、ぼちぼちね、キングが突っ込んできはるわけですよ。そこをこう、いなしていくと。ここズイーンでね、こう、フルゴラーでやられてしまって、こうなるんで、まあ、これは大ダメージで、もう、瀕死の瀕死なんですけども、まあ、一発入れて、回避誘って、ビャッてやって、で、ここで、ドスコイと。で、これ、見てください。敵のキングも体力マックスやったんですけど、ここまで減らせるんですよ。まあ、欲を言えばもうちょっと行ってよと思ったんですけど、で、これ、惜しい惜しすぎる、マジで。もうちょっと行ってくれればね、先っちょで出すん行けたんですけど、これは、これジャスト回避なのに、みたいなね。これ何なんですかね。じゃあジャスト回避じゃなくていいよって僕思うんですけど。で、さっきの振動付与の、ね、スキルで あるんで、まあ、なんかその、振動状態の敵にダメージ与えるのが 5% 増加のメダルとかもあるじゃないですか。だからそういうのつけてもちょっとこう一つのロマンなのかなって、面白いのかなって。思うんですよ。守屋専用メダル作って。なんか、結構ね、いいのがあるんですよ、守屋。ちょっとまだ僕もそこまで考えれてはないんですけども、まあ、なんか あったらね、教えてほしいですね。で、ここはね、フルゴラ来てくれたんで、しっかり、決めて、ドスコイと。ここもね、落としてよとね、本当に硬いっすよね、キングは。ただ、駆け抜け状態でめっちゃ入ります。今みたいに4000、5000入るんで、まあ、これが強みなんですよね、ゲッターに対しての。駆け抜き状態かつゲッターやったんであんだけ上がったんですよ。なんで、いいでしょ。ほんとワンチャンあるでしょ。ってな感じの、まあ、守屋先生なんですよね。で、こうやって、ね、体力回復していくんですよ。その敵とか味方とかどんどん倒れていくと防御力も上がるし。なかなかこう、面白いでしょ。この特性が唯一無二で。で、終盤ね、やらないといけないんですけども、このね、駆け抜くスキルね、割と近距離なんで、本当にちゃんとキスする近さまで近づかないと当たらないですよね。今みたいに。ちょっと下手こいたなって感じで、まあ、最後はね、何もできずにやられてしまうみたいな試合ではあるんですけれども、2、3戦目、守屋先生ね、ほんと活躍するんで、見ててほしいなと思います。さあ、ということで、2戦目ね、頑張っていきたいなと思います。結構ね、さっきの試合、割と決定的な、決定打のある試合、ってか、そのシーンが、あったと思うんですけど、なかなかこう決めきれなかったってのは、あ、どうもね、これ。角トカゲ。よっはたまらんわ、今の。ちょっと、俺たち最高のコンビや。いけるいける。ここ、いける。振動付与するからな。いけ影を抜けちょっと待って。強すぎる。おい、守屋マジか。ちょっと、
想像の100倍強いです。さっきの試合は一体何だったのでしょう。ちょっと、やっか、本当にやめて、ちょっと待ってよ。誰だっけ、ベックマソ。マジ強すぎる。ちょっと一回引こう。ちょっとさ、ロマンすぎるわ。でもね、さっきの試合ね、キングを決めきれなかったじゃないですか。あれはちょっとなんか、納得いかないっていうか、ジャスカイとかちゃうね。よかった。あ、うん、ちょっとやめてよ。きつい。何人おんねん。ちょっと待って、危ない。上はもう仕方がない。やばい。フランキーやばい。マジ、危ない。届かない、さすがに届かない。これ、取られても負けよ、私。大丈夫。俺の技は振動付与するから、なぜなら。この影抜きアタックはね。焦ろ。まずはっていうか、ちょっと待って、フランキー怖すぎるって。ワン、ツー、角時計貼っといて、くっ。そっち刺すぞ。あ、倒されてるやん。マジか。あ、いえー、ジャスカイやって、マジかよ。悔しい。いや、さすが100レベルやな。クソ強いわ。いや、でもマジ、モリアはワンチャンあった。ありすぎた、マジで。これ舐めて、さすがに舐めてる。回避キャラ入って、ドンでしょ？オッケー。あとはルフィで負けそう。上、大丈夫かな？俺ちょっと面倒見ようか。ワン、ツー。ジャスト入れないか。しくったな。やっちゃった。やめて。あぶねえ。当たってるのそれ。うわ、先っちょ当たったか。ルフィの先っちょが。長いね。さて、もう一回、でもこれもう一回、出せるチャンスなんで。やっぱその、特訓から外した、恨みってのが大きいですよね。いや、これ下もんと勝ちやろ。角とか買っといて、いける。させ！押せよ遅いよ。ちょっと待って。まじ、いける。守らないと。ジャスト入って、いけ！ナイス！持ってけ！なに、ジャス入って、ワン、ツー、よい。ちょっと待って。負ける、もしかして。この神試合負けんの？うわー、悔しい。すまねー。さあ、ということで3戦目やっていきましょうか。もう温まりました。モリアの熱は大丈夫です。ここは、もうがっちり活躍させられると思うんで、やっていきましょう。てかね、さっきの試合ね、びっくりしたんですけど、マムゼロでしたね。それはちょっと衝撃でした。貼っとこうか。いけ。ぶっさせ。ダウンしてる。いやー、ダウンしてる。もったいないよ。カウンターや。そうやな。危ない。マジで。怖すぎた。裏発見。まだ。大丈夫。あの二人がやってくれるから、俺はこっちをフォローしてる。とんでもない来た。ちょ、もう回避が、間に合わんてー。大丈夫。まずは、いらんそう、俺の。ね、強すぎるって、マジで。いけ、持ってけ。ナイス！やっぱ、ゲッターには強えんだよな。オッケー。これ、影抜き状態やから、オッケー、落としていく。やば、ちょっと、神展開来ました。さあ、これは、せっかく活躍してくれたし、ちょっとちゃんと長生きさせてあげたいんで、一発、ほら、行っとく？おでも来るし。で、桃源とつか来るよ、絶対また。桃源とつか。はい、さすがに甘いと。させ。無理か。返すか、ここだ！タゲ、嘘でしょそれは嘘よ、ちょっと、マジか。モリアさん。返すかったね、終わり。届け！ナイス！ワン、ツー、ワン、ツー。メーザー4。からのこれ。おり。だ。どすこい！強すぎー！いかが、抜こう。さすがにね。キリンには負けません。危ない。解除しといて。ワン、ドン。ジャスト入って危ないな。やばい、生かしてしまった。くそ。やべ。危ない！いや。届かへんか。くそー、先っちょが、このブースは活かしたい。桃源？危ない。ワン、ツー。
あ、つい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 。ちょ、待って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 。上倒さないとな。オッケー、いけるいける。任せろ。オッケー、ナイス。で、これ任して、変化して、うわ、マジか、それ待って待って待ってよ、よこせーやるやん、任せろ、キリンガリー、ナイス、抜け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 、ナイス、よっけよっけ、え、これ結局ルフィの動画、いやー、モリア強えわ。はい、ということで、モリア3連戦いかがだったでしょうか。あのね、クソ楽しかった。本当に僕は。いや、本当にね、あの、角トカゲが決まった時の気持ちよさとか、やっぱ影をよこせもいいですし、あのね、なんかこう、個性的なんですよね、本当に。こう、なんかこう、似たようなキャラが、似たようなキャラが他にいない。いや、これね、めちゃくちゃいいですよ。なんかその、しかもワンチャンあったじゃないですか。あの、ヤマトとかおでん、バシコーン行ったりとか、キングも意外といけたりとか。まぁ、ちょっと、もうちょっとも、あの、一撃で持ってってよ、みたいな、ちょっと、ね、火力の足らなさっていうところは否めなかったですけれども、でも全然やれるなっていうのが僕の正直な感想でしたね。あの、ガチの3連戦なんで、いや、本当に魅了されました。久々にやっぱ使ってみて。で、これは、まあ、勝率がいいかって言われたら、そんなことはないし、最後の試合はほぼルフィやしっていうところなんですけども、なんかこう、箸休め的なね、こう、たまにはこう、違うキャラ使ってみようかな、みたいな。そんな時でも、この、モリアっていうのは、あの、なかなかにおすすめできるキャラなんで、ちょっとね、こう使ってみたいかなっていうふうに思っていただけたらね、本当に幸いかなというふうに思うんで、よかったら一回ね、試してみてほしいなというふうに心から思いますね。はい。ということで、今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。